さあ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございます。さあ今回のテーマはですね、前足ハイバックのローテーション。これのお話をしっかりとしたいなと思います。もうここだけです。前足のハイバックのローテーションをするとね、 しないとね、どういう違いがあって、どんなメリットとデメリットが出てくるのか。だから、どうしたらいいのかっていう、こういう違いとこういう違いがありますからね、で終わるんじゃなくて、違いがあるから、こういう人は入れましょう。こういう人は入れない方がいいと思いますよっていう、着地するところまで、今日はですね、しっかり話し切りたいなと思います。前足ハイバックローテーションです。 とりあえず前足のハイバックだけです。後ろ足、後ろ足のことは今回もうほぼ触れないでいきます。触れないでいきますので、あの、コメントいただいても、ちょっと後ろ足のことは今回触れてないので返せませんよっていう感じで聞いてみてください。さあ、前足のハイバックローテーション、そのままこっち来ます。基本的に私は反対でございます。 前足のハイバックローテーションを要は入れなくていいんじゃないかなって思ってますよっていう感じです。まあちょっとわかりやすく反対って書きましたけれどももう強く強く絶対やめた方がいいです。やめてください。ハイバックローテーションなんかやめろよっていうわけじゃなくって入れなくても全然大丈夫ですよっていう感じです。ハイバックローテーション、前足のハイバックローテーションを入れるとこんなメリットがあるんじゃないかなって思うメリットは 結構デメリットも隠れてますしハイバックローテーションを入れなかったとしてもそのメリットはしっかりと自分で感じ取ること利用することもできるんじゃないかなと思うのでその辺ちょっと整理していきたいんですねなのでハイバックローテーションを入れるべきだカービングするんだったら入れないとダメでしょハイバックローテーションを入れないなんてもううまくなりたくないのとかっていう話じゃなくって ハイバックローテーションっていうのは入れるパターンと入れないパターンがあるので入れるもんだって思っている方ちょっと勘違いになるかもしれませんので基本的には僕はなくても大丈夫ですっていうスタンスでございますじゃあ実際中身入っていきますねイラストちょっと書いてみましたこっちの A が前足のハイバックのローテーションが入ってない状態つま先からかかとのかかとのその方向にハイバック赤くちょっと書いてみました でこっちの B の方はハイバックローテーションを入れたっていう状態だと思ってください。こっちの赤いハイバックの位置に比べると板、こっち側だとヒールサイドエッジですけども、ヒールサイドエッジとほぼ同じ向き、平行になるような状態に持っていきたいなっていうのが、このハイバックローテーションの大きな理由かなって思うんです。じゃあここでなんで入れたいんだろう でそのなんで入れるんだ入れるのは何のためだっていうことだけを考えるとこのヒールサイドエッジに平行な方が力エネルギーを加えた時に逃げないからヒールサイドのエッジングっていうのがとっても鋭く強くやりやすくなるんじゃないかだからこの状態でもしヒールサイドエッジに働きかけに行ったらこのハイバックの 見た目で言うと、左半分ぐらいしかヒーローサイドエッジ側にないから、ハイバックの半分にしか力いかないから、もしかしたら力が逃げたり、パワーロスしたりするから、エッジングの質が下がっちゃうんじゃないかなっていう風に、力が逃げないようにハイバックの向きをヒーローサイドエッジに合わせるっていうメリットがまず一つあります。これは、そのまんまメリットだと思います。僕もそう思います。なので、 そこのメリットだけを考えるんだったら入れるといいと思います。でも入れることによってデメリットみたいなやっぱり弊害っていうのも生まれてくるかなっていうふうに僕は思ってるんです。感じてるんです。でそこが僕は、えー、弊害っていうのもデメリットそれはちょっと嫌だなって思うぐらいの要素がそこに隠れているので要はハイバックローテーションを入れるとこんなにも僕はちょっと 不具合を感じるんですよっていうのをその下にちょっと2つ書いてみましたまずポジションですポジションって自分が立ってる位置だと思ってください僕レギュラーなんでこっち向きです,こ,っち向きですこのポジションが A から B になるとこの A の時にはふくらはぎの真裏にハイバックがあるよっていう状態だから 普通に立ってられる感じです要は前足のふくらはぎに前足のハイバッグがそっと添えてあるような感じですねでここからこの赤いハイバッグを「えいえい!」ってこっち側にねじりに行くからねじりに行くのでこのハイバッグふくらはぎの今まで真裏にあったけれどもちょっとこの僕の感じレギュラーの感じだったらちょっと左側に向きを変えてよじれてますからね要はローテーションした位置に来ましたよってなると。 今まで当たってたふくらはぎの位置がちょっと左に変わっていくんですよね。ってことはこっちに行ったものに対してふくらはぎとかふくらはぎの横が今度沿うようになるからこうやって立ってた時よりもこっち向きでやるとこの状態から前ふくらはぎがちょっとこっち向きになるよだから前足がちょっとこうなるよっていう感じになると。 ポジション前になるちょっとポジションが前になるそういうような状態が生まれてくるんですポジションが前足寄りにもう立ったよっていう状態でこの前足寄りのポジションになりますよっていうのがこのハイバックローテーションが入ってると起きてくるポジションの変化でございます。 自然と立ってたもの前足だけちょっとこっちに寄せられたからおっとっとっていうふうに体ごと前に行くような感じになりますよ。そうすると滑っててどんな弊害が生まれるかなっていうとテーールルのコントロールはやっっぱり難しくなるんですね前に行っちゃうからただただ前に行くからテールコントロールが前に行かなかった時と行った時で比べたら行っちゃった時の方がテールコントロールは難しくなりますよ。 そしてこれハイバックの話だからエッジで言うとヒールサイドエッジのテールコントロールが難しくなりますよっていうのがまず大きなデメリットとして存在してくるのがこのポジションでございますそしてもう一個がパワーっていうふうに書きました筋力っていうふうに考えてもいいです要は前足の筋力力がねっていう話前足の力筋力が力 しっかりあればハイバックがこっち側に行ったものを前足の力でえいって当てて使いに行くっていうことができると思うんですこれでも筋力がないと押しに行けないから自分ごと行くようになるかなと思うとポジションがより前寄りになってしまうポジションが前に行かないように動かした平行にしたハイバックをきっちり使いに行くには前足の筋力っていうのが 結構重要になななってくるんんじゃないかなと思うんですこうやって立ってたらそのまんまふくらはぎにいたのにこっち側に行ったからそっち側に使いに行くようなアクション動きは体を傾けていくってよりも足で前足でハイバックを操作しに行く当て込みに行く使いに行くそんなような動きになるんじゃないかなと思うんですね。そうするとこれ 前足の筋力によるので筋力を使うっていう要素が強くなるのでこれ個人差がとっても出ます要は女性の方なんかはなかなかこの前足のハイバックを自分の前足の筋力で使いに行くっていうところまで仕上がるっていうのが結構難しいですなんでかっていうと本当に筋力によるので 足がちょっと細かったり脚力ないんですとかっていう女性の方はあだったらハイバックローテーションすると結構これパワー使う滑り方になるからちょっと個人差によってはすごくこのメリットデメリットが大きく感じるものが変わってきちゃうかなと思うんですね。この ローテーションしたことによってまず立つつポジションががちょっっと前足に行くよっていう状態一ありますでその前足に行った状態から前足を使うでもいいですし前に行かない状態からもう使いに行くでもどっちでもいいんですけれども前足にもしいった状態から使おうとしたら行ってるから。 自分の体重をままず支えてますよね前足でねでその支えてる体重ごと前足の力でグッってハイバックを押さないといけないから自分の体重を支えながらも足元を動かすって結構難しいんですよ。っていう状態から動かしちゃうからバランス取り続けるのも難しくなるしなので前足に生かされちゃうと今度パワーを使うっていうのが非常に難しくなります。 行かないように前足グッて踏ん張ってそこから「えい」って使いに行こうとするとまず前に行かないように踏ん張るっていう前足の脚力筋力がしっかり必要でそこから使いに行くっていうちょっとこうねじるような動かし方も必要になってくるのでその辺はやっぱり個人差に非常に左右されますよねというふうにこの前足のハイバックローテーションは 2つの理由からこういった落とし込み方ができるかなというふうに思うんですね。そうするとじゃあどんな時にどんな人は前足ハイバックローテーションするといいかなって考えるとまずポジションは前足寄りになりやすいですからこれセットバック。 ボードに対してテール側にちょっとセットしようねっていうこのセットバックっていうものが5センチ以上入ってるんだったらこれ前にいっちゃったところで前に乗りすぎてテールがずれるようなことが起きない要はこの立ってる位置自体が5センチこっち側に来てるからねっていうふうに言えると要はテール側にそもそも立ってるようになるから多少前にいったところで。 別にテールずれないから大丈夫だよセットバッグ5センチ以上入ってる乗り物に乗るんだったら問題なさそうですここはそしてパワー前足の筋力とかによってしっかりと使いながらボードコントロールをしっかりしに行くってちょっとストイックなイメージがあるんですよね僕だから女性でもしっかり筋力使っていこうよってなかなか これ大会に出る選手の方々であれば男性女性関係なくあ,あこういうものには取り組んでった方がよりいいんだろうなと思いますだから本当に大会に出る選手の方々で乗り物がセットバックがしっかり入ってる乗り物に乗ってるのであれば今言ったデメリット2つがクリアできるので 前足のハイバックローテーションを入れて滑ってみるのもおすすめしますという感じですセットバックと自分の頑張り具合によって入れてみましょうっていう感じですでここまで解説させていただいて何なんですけれどもでも例えばこの大会の選手要は大会でいい成績を残す セットバックが5センチ以上入ってるっていう乗り物で大会でしっかり成績残そうって思っても思った時にハイバックローテーション入れないとダメなのって言われたらいやいや別に入れなくても大会でいい成績こういった乗り物でももちろんそういった滑りはできると思いますよっていうのが僕は根底にありますハイバックローテーションしなくても素晴らしい滑りができます ハイバックローテーションすると、する変化を生むので、基本からは変化を生むようになるから、こういう違いが生まれてくるけれども、それをしっかりとクリアできるんだったら、それはそれでいい滑りになると思います。なので、A の人も B の人も同じ大会で優勝する可能性は、ほぼ同じぐらいじゃないかなっていう感じ。で、ここに僕の個人的なテクニックと考え方を入れていいんだったら、僕は ローテーションしない方が大会でも勝ちやすいよっていう風に思っているので僕は大会出てた頃デモンストレーターやらせてもらってた頃も2年間だけハイバックローテーション入れてた時期があるんですけどもそれ以外前後,、えー、前後は入れてないんですね入れて前膝伸ばしてグッて筋力で滑った頃もあるんですけども。 前膝が痛くくなったんですよすよごくもう階段降りるのもう冬は億劫なぐらい前膝が痛くなっちゃってサポーターとか巻いたりしていたんですけれどもそういうのがちょっとなって思ったのでこのハイバックローテーションをやめて筋力じゃなくってポジションを前に行き過ぎない柔軟自由なポジショニングが取れるセッティングにしようって思ったので。 前足ハイバックのローテーションは基本的に僕は入れないですよ。勘違いしないようにしていきましょうね。というのをお伝えしたい動画でございました。だからこれ、7、8年ぐらい前に同じことを聞かれてたら、いや、ローテーション入れた方がいいよっていう風に言ってた2年間もあるので、7、8年ぐらい前に同じことを聞かれてたら、全然違う解説の仕方をしてたと思います。しっかりと前膝を使うようにした方がいいよっていうような、当時は僕も大会の選手だったので。 そういうよういよなこともやってましたでも痛くなっちゃうと嫌ですもんね特に膝の痛みはもう普段の生活も嫌になるぐらいあたたたたあたたたたっていう時期がちょっとあったのでそれを経てからは僕はこういった部分で要素だけをしっかり掴んであなんだなんだこういうメリットも感じられるので、ね、だったら入れてみようあなるほどねオッケーオッケーじゃあ入れないあ入れる入れない違いこういうのがあるんだなへえで 終わりいいいと思います。だから入れない方がいいに決まってるじゃんとかいやいや入れないと勝てないよとかじゃなくって「あそうなんだへえいいね両方知ってて最高!で」で終わりにいいなと思いますので是非とも今回動画この最後まで見ていただいた方も「へえなるほどね」でご納得いただければ嬉しい限りです。 ぜひともですね前足のハイバックローテーション最近なんか入れると面白いよっていうふうに今日は入れないものなので入れてみると違う乗り方ができるっていうので入れると面白いよっていう流れとか意見も多いなと思うんですけれどもぜひ入れる方はこういうところを整理した後に自分のテクニックを磨いていきましょうそれではまたスノーボーダーの青木玲でした